三月二十三日、野田総理が本部長となって推し進めている行政改革実行本部と国家公務員制度改革推進本部の合同会合が開かれました。先般三月の十三日に与党で行政改革実行法案を取りまとめていただきました。平成二十六年度末までに集中的に行政改革を進めようというものであります。これを契機としながら。 政府においてもさらに行政改革を進めていきたいと思います。本日はその一環として、主として2つのこと、一つは、国家公務員ののの雇用と年金の接続の問題。岡田副総理の言う接続の問題とは、平成25年度以降、国家公務員の退職共済年金の基礎年金部分についても、 支給開始年齢が60歳から65歳へと段階的に引き上げられる結果60歳で定年を迎えてから年金を受け取るまでの間無収入の期間が生じること今回の会議ではこの問題の解消に向けて基本方針を定めましたこれまで政府内では定年退職する年齢を引き上げるという議論もありましたが 民間の動向を参考に退職者を再雇用し働く場を確保することを決定具体的には定年退職する国家公務員のうち再雇用を希望する者は原則雇用することただし採用と年度ごとの契約の更新に関しては能力や適性に応じて判断することそして給与は総人件費の改革などの観点も踏まえ 別途検討すること今後これらの方針をもとに制度改正の法案を取りまとめますさらにまだまだ無駄削減の努力が不足しているという国民の皆様のお叱りの声が聞こえます行政改革に二重点の覚悟で臨みます皮切りとなるのは独立行政法人改革ですと国会の開会にあたり述べた総理 今回の会議の議題2つ目は、その独立行政法人についてこの見直しは、独立行政法人が関連の公益法人などに対して、会費という名目で高額で不明瞭な支出をしているのではとの指摘を受け、実施を決定。今後 職務遂行のため、真に必要なもの以外、公益法人などへの会費などは、名目を問わず原則禁止となります。しかし、必要により生じた回避支出については、年10万円を超えた場合、四半期ごとに支払い先や内容、金額を公表。所管する省庁ごとにチェックを行います。行政対策は 社会保障と税度一体改革と合わせて、包括的に進めていかなければならない大変重要な課題であります。各閣僚のリーダーシップにより改革が進んでいくようご協力をお願いをいたします。